ってて、チキン食べたいって言ったらやばくない？めっちゃやばい人。ありがとう今回も。え、すごいめいちゃん今日ね、なんかさ絵文字のさドーナツついてるじゃん。めいちゃん今日ねドーナツ買ったの聞いて。ボイトレの前にミスタードーナツ買おうと思ったのね。でミスタードーナツ買おうと思ったら行列すぎたの。なんかすっごい並んでたの。多分ね数えたらね 1,2,3,4,5,6,7,8 人ぐらいね、もうずらーって並んでたの。多分そんぐらい8人ぐらいずらーって並んでて行列に。でちょっとさすがにあとボイトレまで10分もなかったのね。でさすがにちょっと間に合わないと思ってドーナツをね買うのを諦めました。めいちゃんミスタードーナツ一度ね、ミスタードーナツを一度諦め、そしてん待てよと、そういえばファミリーマートがあるじゃないかと思ってファミリーマートに行って、ファミリーマートでここにもうあるこのオールドファッションドーナツを買いました。ミスドさんのおかげでファミマが儲かりました、イエーイあの置き屋が儲かるみたいな、そうこれを買っちゃった。え、ミスドなんかやってんの？え、ねえ、なんかやってんのかね。ミスドのイントネーションそれなんだ。え、ミスドミスドミスド、あ待ってどっちで言ってたか分かんなくなっちゃった。もうミスタードーナツ、ミスタードーナツなんかやってるのかな、わかんない。なんかえすごい並んでたよ店の最近。なんであんなに並んでる、なんか言ってんのかな、なのかもしれない。あれかな、マックのポテト S サイズしかなくなります的なやつがなんかミスドでも起きたのかな起きちゃったのかな。ひろーむ、え、でもやだね、なんであんな並んでた。え、普通にさあの時間帯なのかなと思った。そう、それ美味しい、本当？いや初めて買ったの。どうしてもなんかミスド食べたくて、ミスド食べたかったからなんか買っちゃったよね。でもミスドじゃないんだね、これはミスドじゃないけど、まあでもなんか美味しいだろうなと思って。でそれでオレンジジュースをね買いたかったの。オレンジジュースを買いたくって、あ、そう、あ、飲みたくてミスドで飲もうと思ったんだけどちょっと時間なかったからトロピカーナ買った。明日ライブ前見せるじゃんあ、有名スイーツ屋さんとこれ、え、ワンちゃんそれなのかな。前はさピエールエルメとコラボしてたよね。ライブ前ミスドで、あ、じゃないよ違うよ、めいちゃんと同じ気分を味わうならこっちファミマファミマのオールドファッション。いや、あるかな、これあんま見ないんだよね。なかったらミスドのオールドファッションね。マックのポテト L ないの、それな。え、でもなんかね昨日めっちゃ面白い、待って余談が多いな今日、今日めっちゃ余談多いんだけど、昨日ねなんかなんだっけな、 YouTube 見ててなんかマックのポテト L サイズないなら S サイズをいっぱい買えばええやんって言ってる YouTuber の人がいて、めっちゃそれじゃんと思って、それなって心の中で思ってたはい、なんとか言いながらヒロムのやつ書きました。ありがとうヒロム、届くの楽しみにしてねだってさそうじゃない、マックのポテトのさ L サイズないなら S サイズをいっぱい買えばいいじゃん、それなみたいな思っちゃったYouTuber が言ってたのそれを。そう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 、なんか動画見ててなんか流し聞きしてたら、ありがとう、こちらこそありがとうだよ、ドーナツの絵文字からいっぱい広がったねありがとね、うん、なんで、ま、あのマックじゃないドーナツが混んでるのかちょっと後で自分で操作します検索します。ありがとうめいちゃんのこんな話を聞いてくれてみんなありがとうじゃあ次、最後です、次続いてアスカ、アスカありがとう、アスカに会いたいアスカのチェキ書いていきたいと思います。めいちゃんのおすすめってって言われたから、じゃあショートとこれとイルミネーションにしよう。あ、でもアスカこっちの方が好きそうだな、トラさんにしよう。ということでこちらの3枚になります。ありがとうアスカ、書
入っていきます。明日はアスカが好きそうな服装だ。おてか明日アスカみたいな服だな。明日アスカみたいな服かも。めいちゃんがユッキーからその私服を見せられた時に最初に思ったのがアスカみたいって思ったこの服アスカみたいやなってちょっと思った。そう、なんとなく分かったかな。そうなの。めいちゃん会いたいね。会いたい、会いたいよ、早く会いたいよ。アスカに会いたい欲が溜まっている。食欲も睡眠欲も多いけどアスカに会いたい欲もいっぱい溜まってる今会いたいよ。こうやってオンラインチキでアスカの名前を呼べる幸せだよ。めいちゃんはペンギン、ペンギン、ペンギンさん。この前さ、ドンペンちゃんのね、ドンペンちゃんあるじゃん、ドンキので、なんかドンペンちゃんのサンダルをね履いてる人がいたの。昨日かな、そう、外で履いてる人がいてね、そのキャラクターを見てね、ちょっとアスカのそのあのペンギンちゃんに、サンリオのペンギンちゃんに似てるなって思いながらね歩いてた街を会いたいやつ、かわいい、アスカの方がかわいいよ。もう あなたかわいいのが本当に。明日のお洋服みんな楽しみにしててね。ユッキーがすごくかわいい、かわいいの。あ、3枚だった、間違えて4枚サインしちゃった。どれかを犠牲にしなければならない、どれかを犠牲に、あ、これを犠牲にしよう。そう、なんの、なん、あ、そう、ユッキーのねセレクトのね私服めっちゃ楽しみにしてて、みんな。そう、え、ねさ、もしもさ、メイちゃんがさ、次にさ、もしも、もしもの話だよ、いつかさ、メイちゃんがプロデュース公演をするってなったらどうしようっていうのね考えてね。そしたらね、どうしようってなったメイちゃんプロデュース、人をプロデュースできる力持ってるかなと思って、何しようかなと思って、何がいいかな、全員うさぎ公演がいいかなと思ったんだけど、どう思う、みんな相談、これは相談これにしたいとかじゃなくて、何がいいかな。めいちゃんの私服着てみんな嬉しい、めいちゃんの私服着て嬉しいのかな、何がいいんだろう。全員ウサギか、めいちゃんの服を着せるか、あー、アンジュレさんのカバー、それもいいね、それもいいな、それいいなその案ちょっともらっちゃおう、というネタバレになっちゃうからあれだけど、プロデュースできたら大人、確かに確かにそれだな、頑張ろう、めいちゃんプロデュースいつかさせてもらえることがあればね、頑張ゆ頑張ゆ頑張ゆ。え、みんなでうさぎ公演したいな、ふんふんふん、いやー、せなでかいと調べた、ラララララブス、え、くくく、むず、待って、ラ、ラブストリームじゃなくて、ラ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 ブスクリームか。ラブスクリーム、あ、あってた、あ、ラブスクか。そうやって略すんだ。初めてした、それは。その時はみんな絶対来てね。アスカも来てね。その機会があったらみんなで仮装、ラブスクリーム、ラブスクリームやってみたい、ネジュでカバーしてみたいな、うわ、やってみたいな、ちょっといいじゃないのいつかカバーしたいですね。でもめいちゃんもう生誕祭が
あるとしたらっていうやつをもう頭の中にねもうね想像させてる。あるとしたらそう絶対行く、来てね、絶対来てね。かけました、あすかちゃん、ありがとう、大好きだよあ、めいちゃんもう伸び伸びでさ、ネイルもいけてないのやばいよね。あのお休み期間中、お休みする期間中のギリギリぐらいで超伸び伸びでやばい、行かなきゃって思ってたらお休み期間になっちゃって。そうなの、だからねまだ行けてなくてね、ネイル伸び伸びで恥ずかしいけど次のお休みに行くレレレン、ありがとう、こちらこそありがとう、また次会える日を楽しみにしているよ。めちゃばアスカをなでなでするよ、遠隔でありがとう、こちらこそ。マデレラブスクって本当いいね、やりたいねあの AJ の楽曲だと配信でもさ、配信があったとしてもさ、あの音がさ著作権が引っかからないから、そうなるべくそういう曲ができたらなって思う。そうね、配信の人にも届けられるようにって思っています。ということで、今回のオンラインチェキピンチキの方を書き終わりました、ありがとうございます。デコチェキの方の、購入してくださった方のお名前を呼んでいきたいと思います。まずミズリン、ミズリンありがとう。ピンチキの方も一番最初にあの頼んでくれたのかな、多分。ありがとうございました、みずりんありがとうじゃあ続いて、イハンちゃん、あ、イハンちゃんのチェキ書いてないよ、結局そうだ飛ばしちゃってた、飛ばしちゃってた。イハンちゃん見てないかもしれないけれども書きたいと思います。そうだごめんなさい、流れを止めてしまった。イハンちゃん、なんかでもさ、わざわざさ見に行けれないかもしれないって連絡してくれるのめちゃめちゃ可愛いなと思ってしまった。めちゃめちゃ可愛いありがたい、なんかそうやって報告連絡相談をしてくれる人は素晴らしいと思いました。はい、ありがとう、イハンちゃん楽しみにしててね、ありがとう、見てるといいな、お仕事頑張ってねありがとう。はい、ではあの続きを読んでいきたいと思います。あ、そう、イハンちゃんでこちきも頼んでくれてありがとうございました。続いてゆうき、ゆうきありがとう。ゆうき5枚もデコチェキ頼んでくれて本当にありがとう。コンプリートだね、今回のやつ全部コンプリート、ありがとう。届くの楽しみにしててね、なんかいろんなデコをしたいと思いますありがとう。はい、そして続いてひろくん、ひろくんありがとう。ひろくんもデコチェキとピンチェキ両方頼んでくれてた。あれ待って、めいちゃんもしかして何人か飛ばしている。待ってごめんなさい、めいちゃん飛ばしている人がいた。とりあえずデコチキの方を読んでいきたいと思います。まさたん、まさたんありがとう。まさたん遠くにいるけれども、あの元気で過ごしていますか、ありがとうね。で続いて小田ギスさん、小田ギスさんありがとう。小田ギスさんたくさん頼んでくれている、とってもありがとう。この前もチキチャ来てくれてありがとうございました続いてテルさん、テルさんもありがとう。両方頼んでくれてありがとう。次会える日を楽しみにしております。めいちゃんはサンマを食べますありがとう。次ひろゆき、ひろゆきありがとう。今月来月もあのいっぱい会えるといいなって思います。いっぱい思い出作っていこうね、今年もよろしく、ありがとう。はい、続いてまりなちゃん、まりなちゃん生誕祭、ゆきの生誕祭、よき生誕にしましょう一緒にありがとう、頼んでくれて
続いてアップルボーイ、アップルボーイありがとう。1位なのに寝てるかもしれないアップルボーイ起きてうそうそよく寝てねありがとう。続いてヒロム、ヒロムありがとう。ヒロムちゃんありがとうね。ヒロムもあの体調気をつけるんだよ。あなた体が弱いってめいちゃんが勝手に言ってるだけだけど気をつけてね、あったかくするんだよ。ありがとう。はい、ということでデコチキの方やめたんですけど、ちょっととばかしている人が、とばかしてる人いたのでちょっと急いで書きます。オダギスさん、オダギスさん、オダギスさん書いていきます。オダギスさんもコンプしてくれてる、書いていきます。失礼いたしました、とばかしてた。なんかね、今回のね、あのオンラインチェキのねリスト、なんか文字がねすごいなんか薄くってね、あ、これはこれはあのマネージャーさんに文句を言ってるわけじゃないんだけれども、なんかすごい薄くて、なんかあのねこうやってね見てるおばあちゃんになっちゃうんだよね。大人超えておばあちゃんになっちゃう、めいちゃん大人超えておばあちゃんになっちゃうんだ。気をつけます、失礼いたしました、めいちゃんミス。おだぎさんもこの前チキちゃんに来てくれて、なんか配信見れるかわかんないって言ってたんだよな。配信見れてたらいいな、お仕事かな。ママ行くね。なんかねプロレス、プロレスが好きなファンの人がね、なんか最近よく聞く気がしてすごいなーって思う。なんかプロレスってさ、あの AKB のさ豆腐プロレスでしか見たことないからさ、え、懐かしい豆腐プロレスってみんな見てた？見てないか。あのね豆腐プロレスのね木下桃花ちゃんがねすごくかっこいいからね、あのなんか見る機会がある人がいたら見てみて、すごいかっこいいから。なんだっけ、あの膝のなんかなんとかキックみたいな、あれがなんかすごかった。なんか技の名前わかんないんだけど AKB48 だって思いながら見てたそう、よいしょ、それ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 、ちょっと押しちゃっててごめんなさい。チキちゃんには間に合います、絶対に絶対に間に合います。オダギスさん、え、弟プロレス、あ、すごいね。そうなんだ、すごい、身近にいないなプロレスラーの方はね、その子たまに いるんだよねプロレス好きの人が。なんかすごい、なんか自分のさ中にない文化というかスポーツだからすごいなって思う。あんまり周りにいなかったから。そう、オダギスさんありがとう、6枚も頼んでくれてありがとうございます。とってもとっても嬉しいです、ありがとう。また次会えるとき、まだわかんないって言ってたけど楽しみにしてるね、ありがとう。お仕事頑張ってねいや本当にすごいすごいなって思う、プロレスかみたいな。よし、そして本当に最後の方、ミルクさん、ミルクさんお待たせしました、ごめんねちょっと押しててごめんなさい、遅くなったけれども、あ、ウインクかぶっちゃうな、やめた。ウインクと普通のニコニコメイちゃんです。じゃあ書いていきます。ミコさんと、ミコさんとキツネのミコさん頼んでくれてさ、これしたらさ耳かけのメイちゃんとさ普通のメイちゃんどっちもゲットできるよよかったね、ありがとうね。ミロクさん、ミロクさんもファッションセンスすごいなと思う、いつも。明日はユッキーのファッションセンスが見れます、みんな楽しみにしててね。ミロクさん、冬かぶたいの
抜き、あ、ヒロムが弱くないよって書いてたいや、めいちゃんが勝手に言ってるっていう。そう、あなたは体が弱いから気をつけなさい過保護だから、めいちゃんママはめいちゃんママ過保護だから、みんなにあったかくして、温かいお布団で温かいご飯を食べて、美味しく食べて、温かいお風呂に入って寝なさい。みんな絶対にそうしてください。今日も毎日よろしくお願いします。ミロクさん、かけました、ありがとう。届くの楽しみにしててね。今回もありがとう、ミロクさんいつもありがとう。今年もよろしくお願いします。ということで、本当にかけました。本当に今回のオンラインチェキも皆さん本当にありがとうございました。もう今年最初のオンラインチェキ会っていうことで、なんかさ今日めっちゃ余談多かったね、めいちゃんちょっとだからちょっと押しちゃったんだけど、めいちゃんのいろんな話を聞いてくれて、みんなありがとうございました。とっても嬉しかったですこんな感じでめいちゃんは今年も頑張っていきたいと思います。来月多分メイドさんとかいろいろあると思うから、豚さんも出そうかなと思うので、皆さん楽しみにしていてください。それでは今日もありがとうございました。この後は15分からチェキちゃんみこさんでやるので、ぜひぜひ来てください。おやすめいちゃん最近おはめいちゃんとおやすめいちゃん使ってるから、みんな使ってねお疲れ様でした、ありがとう。